どうも皆さんこんにちは、イリです。今回は幻灯のスクリーンショット機能について詳しく解説していこうと思います。スクリーンショット機能は知ってる人が大半だと思いますが、まだ YouTube 上にコンテンツとしてないため、これから始める方や知らなかった人たちの参考になればいいなと思います。それでは本編へ行きましょう。まずスクリーンショット機能の起動方法については、画面左上のカメラアイコンをクリックするとこんな感じの画面が出てきます。まずは画面右側のこの部分、ここでは今あるカメラの位置を中心に左右上下カメラの向きを変えることができます。直接キーボードの WASD でも操作ができますが、画面内のボタンからの方がより細かく調整することが可能です。その下のカメラアイコン、これがシャッターボタンになります。ここからシャッターを切った場合は、基本的に透かし、ロゴ、自身のサーバー、キャラクター名が表示されます。撮影したスクリーンショットについては、タワーオブファンタジー内のスクリーンショッツのフォルダに保存されています。その下の目のアイコンでは、画面上の UI を非表示にすることができます。個人的にはロゴやキャラ名などが入るのが嫌なため、この状態で PC のスクリーンショット機能で写真を保存することが多いです。その左のボタンでは、押すことでカメラがキャラクターの背後まで移動してくれます。画面左側のバーでは、キャラクターとカメラの距離を設定できます。最短距離でこのぐらい、最長距離でこのぐらいに設定できますが、実はこの状態でマウスホイールを回すことでも追加で距離を設定することが可能なため、最短このぐらい、最長はこのぐらいまで距離の設定が可能です。続いて歯車のマークと、なんかよくわからないこのアイコン、この2つでカメラやワールドの詳細設定が可能です。まずは歯車の方から見ていきます。こちらでは主にいろいろなものの表示非表示を設定することができます。自分を非表示にしたり、モンスターを非表示にしたり、武器を非表示にしたりと、撮りたい写真に合わせて自由に設定が可能です。こちらでは自分の名前やギルド名、称号を表示非表示に設定できます。ただしここではフレンドなどの名前までは非表示にできません。フレンドなどの名前も非表示にしたい場合は、設定、その他の中の他の探索者の3つの項目のチェックを外すことで非表示にすることができます。続いてこの透かしについて、こちらはシャッターマークから写真を撮った際のこの QR を隠す設定になります。カメラを見るではチェックが入っている状態では、カメラがどこにある状態でも基本的にキャラクターがカメラを見ようとしてくれます。チェックを外すことでキャラクターの体が向いてる方に顔が向きます。次はこの被写界深度について、僕もこの辺はあまりよく詳しくはないのですが、簡単に言うとピンボケを作ってくれます。カメラの焦点をキャラクターに合うように調整することで、背景をぼかしたりすることができます。最後はこのよくわからないマーク、ここではワールドやカメラフィルターの設定ができます。まずは時間、こちらは今現在のワールドの時間に関係なく好きな時間に変えることができます。朝なら朝、夜なら夜にと、写真の雰囲気に合わせて変更してみてください。また時間変更はあくまでもこのスクリーンショット中のみでの適用なので、他プレイヤーの時間まで変わることはありません。こちらの天気では晴れと雨を設定することができます。フィルタでは変更することで色調の変化などを出すことができます。現在ではこの4種類あるため、写真の雰囲気に合わせて変えてみましょう。最後はアクション、全6種類のアクションをキャラクターにさせることができます。以上、スクリーンショット機能についてでした。僕はよく Twitter でいろいろな方のスクリーンショットを見るのが結構好きなので、ぜひ皆さんもいい写真が撮れた際には Twitter に載せてみてください。というわけで、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また他の動画も見てみてください。バイバイ。